地元豊橋でのロケが話題で、高視聴率をマークしたルーズベルトゲーム、映画並みの作り込んだ映像で見応えたっぷりだったモズ、話題作,話題作が目白押しだった春のドラマシリーズに変わり、7月からは、また続々と新しいドラマが始まりまりす、うん、坪井さん、お気に入りでした金曜10時のアリスのトゲの後番組、うんうん、こんなドラマも始まりますよ。うん ということでドラマの話題はこの聞けば聞くほどでもいろいろとこうねありました坪井さんはルーズベルトゲームとかアリスの時計なんかよくすごい見てました見てました面白かったですねめちゃめちゃ面白かったし特にルーズベルトゲームに関してはあのこの辺りでロケがあってリスナーさんなんかも協力していただいたはいね あの内容がよく分かった、うん、ね最初はあの青島製作所の服着て応援させられて次の姿は <laughs> じゃあ今度「いつあの着てください」って、はい、そんなんで「いつ」さっきまで「ああ大島」と言ってたのはい「いつ」はというような話もあ,リスナンスあそうやっていろいろやってたんだなねての分かりました、はい、私はあの「アリスのトゲ」なんかが面白くて私、ね、はい、何せ私犯人を当てましたからですね<ー>はい。 ここちょっと、小たぎにやって言ったな <laughs> ちょっと、途中まで、ああ、やっぱそうやと思ったけど、違ってましたね。で私、割とねあの、サスペンスものとかミステリーものが好きで、はい、犯人誰かなって当てるの、結構、あの、楽しみだったりするんですが、まあ、なかなかね、ちょっと先進みませんが、それだけちょっと一言言わせてもらえますか、すかその犯人当てのこと。うん、あそこにですね、うん、あの、バイジャクさん。中村バイジャ梅ク,クさん。はいはい あれはやっぱね、あかんな。何私が昔見たやつはね、アナサ・クリスティーかなんかのやつでね、作品名忘れましたけどもね、なんでもないこっちの方にいるお手伝いさんがね、エリザベス・テーラーやったんですよ。なんでもない役です。え、あんなとこにエリザベス・がエリザベス・テーラーあんなとこにおると思ったら、やっぱり最後のにぐーっと絡んでくるわけですよ。中村梅若というあの大物がですね、あそこで、うん、なんか今日食べるか美味しいもの作ってやるぞとかなんか、あれだけ。 あとになって思ったりします、私もってさっきから言ってても。という気がするんですけはそれはそうなんです、サスペンスもの、ミステリーものの犯人を最初の方に当てるいうのものすごく楽しみだったりするんですけど、そんな私がこの新しく始まりますドラマの中で、CBC でやりますドラマの中ですごく気になっているのが、そのアリスのトゲの後から始まる家族狩りというドラマ。 私の旦那がですね、ドラマの番組宣伝なんかの仕事をやってた都合上ですね、その骨を使いまして、この家族狩りの1話というのは、7月4日スタートということで、明日始まるのですが、1話を見てしまいまおあ映画で一社会みたいなそういうことでございます。いののら旦那か資料用 DVD を取り上げて 私が見たい言うて見ました。見たはい。どうでした出来はこれがですね。わからん。何犯人わからん。当たり前やろ。一話見てわかったら。誰が見るそんなもん。いや、そうなんですけど、ほでわわからんって言いたくなる。さっきの話。あの、なんか関係なさそうなとこに大物おったあのね、このドラマね、大物いっぱいなんですわ。 あのこれね天童新さんって直木賞作家の天童新さんのこの「家族狩り」という小説のドラマ化ということなんですけれどもあのねストーリーあらすじを説明しようと思うと非常にあらすじが説明しづらい。でかっっててうとあらすじ 事件が起こりました、うんえー、登場人物はこういう人でこういう関係でって、うん、でこういう,こうドラマがあってっていうふうに言うんだけれども。うんあのい 1> 第1回を見るとですね、うん、いろんな人たちが出てくるんですけど、うん、やってることとか、シチュエーションが点でバラバラなんですよ。うん、だから、あの、まあ、大きく分けて3つの、えっ、ー、と、家族っていうのかな、うん、人物、グループが出てくるんです。で、まずは主役に松幸康子さんは、えっ、ー、と、心理師で、 あの、女の子、お父さんに虐待される女の子をこう、救うべくこう、うん、一生懸命頑張ってる児童心理師の女性役なんですね。うん、だけど彼女は自分の家庭にも問題を抱えていて、うん、とってもあの、名詞だったお父さんが認知症になっていて、うん、で、その介護にすごく疲れてる。で、その現実から逃げてるお母さんがいる。で、も自分の生活としてはもういっぱいいっぱいだっていう、うん、そういうこう、家族を抱えている心理師さん。うん、で、えー、という家族がいる。うん で、一方、遠藤健一さん演じる刑事さんがいます。で、この刑事さんも家族に問題を抱えていて、うん、えー、息子が、あの、仕事一直線なもんだから家族を帰り見てなかったので、息子が自殺をしてしまって、うん、で、その関係で娘には嫌われていて、うんうん、で、奥さんは息子を失ったショックで心の病を抱えている、そんな家族を持っている。刑事さん。 そして伊藤淳さんが演じるあの最近の若者ですよね、うん、あの学校の教師高校の美術教師をしてるんだけどなんとなく、まあ,あの過ごし日々を送っていてなんかつまんない日常を送っていて恋人がいて結婚してって言われてるんだけどよくわかんないあんまり理由もわかんないんだけどなんか結婚する気も起きないなみたいな、うん、だらだらっと過ごしている、えー、高校教師が伊藤淳さん。うん、でこの3人 いろんな問題を抱える3人がですね、あの別々のいろんなそういうエピソードをこう持ってるわけです、うん、そこから始まるんですで、それは全部別々の話なんだけれども、うん、そこに一家心中事件というのが、ボーンと起きます、うん、でこの一家心中事件を担当するのがっ言ってた、っ遠藤健一さんって刑事さんだったんですで目撃者が、伊藤淳さん、うんはい、でそうやってこうちょっとずつ関わってくるんだけど、そのつながりみたいなものは、1話を見た時点で本当にうつ。 あの薄くて、これがじゃあ、一体どういうふうに絡んでくるのか、一家心中事件の犯人は、普通のこれは、は心中事件って最初言うんだけど、うん、でも遠藤健一さん、刑事さんは、これは普通の心中の事件じゃないっていうふうんえー、風に感じるわけですよ、うん、で、捜査をしていくんでしょうけれども、うん、多分だから事件なんですよね、ドラマだから。一体じゃあ、今言った中に、じゃあ犯人はいるのかとか。うん あとこの別々の人たちがどう関わってくるのかっていう、いわゆる1話っていうのは、そういう事件の種まきがいっぱいあそこにもここにもあって、最近のドラマとか小説なんかそうなんですけど、最初、全然別々の話だったものが、最後までずっと分かんなくて、最後の最後で一気にわーっと一点集中みたいな、ドキドキってあるじゃないですか、うん、ああいうちょっと雰囲気、予感をさせる第1話なんですよ。うん だから見てて分からないことがすごくこう次どうなるのっていう期待になっていくっていうのがこの家族狩り。 これね、だからぜひ、あの1話をまず見ないと、うん、そのな,なんだろう、分からなさぶりっていうのが分からないので、うん、ぜひね、まずは見て、推理してもらいたい。<ー>っていうのは、主役に、松生泰子さんって言いましたけど、うん、普通、主役はそういうのを解決していくとか、うん、あのそういう犯人、誰だって気づいていくっていう、上野樹里ちゃんだってそうだったでしょ、うん、アリスのとだけど、1話を見る限り、一番怪しい感じがするんですよ。 主役なんだけどなんか怪しいのどうなんだろうと思って。という「家族狩り」7月4日の金曜夜10時え明日ですねスタートで初回20分枠台です10時から11時14分ということでお送りするということなんですがそのほかにもですね いろんな人が登場しています。浅田美代子さんと。か、田美それから篠田麻里子さんとか。財前直見さんとか。篠田麻里子さんも出て。篠田麻里子さん。出てきてますのでね。一体誰が怪しいのと、私もこれもいち早く一人も早く犯人見つけたいんで、解決したいなと思うんだけど、結構難しい。このところね、T. B. S. のドラマはね、気に入ってますね。そうなんです。なかなかいい。で、あの別々のドラマがい。 点集中で一つにままとっってていくドラマだ私、言いましたけど、そのほかにもですね、今回、CBC のドラマ、いろいろおすすめな感じの、期待のっていうのがありまして、例えば日曜劇場の親父の背中、これ、7月13日の日曜夜9時スタートなんですこれは逆に、10人の作家さんといろんな役者さんが、1話完結で、親父の背中という一つのテーマでもって、別々の単発ドラマを。 流していくだから1話完結なんですよ、うん、でそれぞれその作家さんが私はこういうドラマを作るとか、うん、こういう演技をするってことで1話完結で全く違うドラマを10個っていうのが今回の日曜劇場。うん、これもまた面白い形ですよね。うんうん、でその他にもあの 私たちの世代なんかはもうこれ聞いただけであの見たくなるかもしれません、もうサイモン・フミさんの原作、うん、同窓生もう恋愛模様さまざま、いろんな恋愛があるんやろうな、うん、というね、サイモン・フミさんの、うんはい、同窓生というドラマであるとか、うんえー、宮部みゆきさんの,、えー、ペテロの原作のペテロの創立これ、小泉孝太郎さんが主演とか。これ,これもちょっと私、これシリーズものですよね。はい もう本当にいろいろとね、他にも目白押しの c. B. C. で、うんえー。今回、始まります。ドラマということなんですけれども。はい,はい、はい。これ、ぜひ私はですね、この。まずは一押しの家族狩り。うん、明日か。明日。これぜひ見ていただきたいです。ね、はい。いや、本当にね、あの。 この間の間、ね、ルーズベルトゲームもこの辺りの方にも協力していただいて、うん、いいドラマができてまたさっきの話戻りますけどもこういうふうに撮ったああいうふうに撮ったって、はい、すこうやって撮るのかって皆さんも気づいていただいたし注意されましたよって例えば唐沢敏審が来るで、うん、応援してる時に唐沢敏審が「えっ、うん、<laughs> 唐沢敏審来てね」ってやったらいきませんよ皆さん皆さん <laughs> 集中してる時に普通の社長がスっと来ただけですから「え、うん、そんな目線は絶対やめてくださいと 言われて、僕はそれを頭にあるもんですから、はい、ルーズベルト君もずっと見てた。うん、さあ、カ沢が来た、会長が来た、ね、ジュディ・オングも来た、え、こういう時にも、わあと三3人集まってる時にでも。 周りの人が何も我関せずにやってる。よくやってるなてエキストラの皆さん、全然目線がそれでないやって、うん、あそこにも、あの、リスナーさんからお便りいただいたもんやから、はい、そんな一番目でも僕感動して見てました。うん、よくあそこを我慢して、ず、はい、っと、あの、何も関係ない普通の社長が来ただけのような感じで、やってるなというのはね、えー だからね、この間うちからドラマ見てね、非常に私は感動してますね、今度。つぼさんも明日見てみてください。期待しますよ。犯人、誰かちょっとこう、考えてみてください。はい。い。ちはカラー難しいやろ。難しい。でも松幸安子が怪しい。松幸安子が怪しい。絶対違うそれだけ言っとこう。本当かな最初に怪しいと思った人が最後まで怪しかったら、そんなドラマはいらんと思う。一番怪しくない、伊藤しが怪しい <laughs> まあ勝手なこと言っとったらええんやわ。最初からわかるのは刑事コロンボのシリーズだけや。<laughs> あれはもう最初から。やっぱりじゃ刑事の縁と刑事が怪しい。まあ言っといたらええわなんでも。はい、絶対そんなわからへん。どうなんだろう。はい。まあとにかく見ていただきましょう。